日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。は今日はハードワーキングということについて。ハードワーキング、はい、皆さん、ハードワーキング、たくさん仕事をしてますか？それともたくさん勉強をしてますか？たくさん仕事をしたり、たくさん勉強する人、ね、ハードワーキングな人と言いますね。まあ、よく働く人、ね、あとは真面目な人とか、まあ、そういう言い方もしますね。あの人は真面目だね、いつも仕事をして、あの子は真面目だね、いつも勉強して、うん、まあ英語で真面目というとシリアスだけど、日本語では真面目にはいろいろな意味がありますね。でもあんまりその悪い意味のシリアスじゃない、うん、そういう意味はない。まあ真面目すぎるね、真面目すぎるというとその英語のシリアスみたいな意味になります。彼はね、ちょっとシリアスだね、彼はちょっと真面目すぎる。だけどまあ仕事を真面目にする人、ね、たくさん働く人、勉強真面目に続ける人、ね、それはいいことですからね。まあとにかく皆さんは真面目ですか、ね、皆さんはハードワーキングですか、皆さんは勤勉、ね、勤勉というのはとても頑張って働く人、とても頑張って勉強する人、ね、勤勉な人。僕はね、結構ハードワーキングだと思う。僕は今いくつのプロジェクトかな、まあまあ日本語コンテッペイ for beginners、 これですね。そして日本語コンテッペイオリジナル、ね、そしてのりこさんとのポッドキャスト、3つのポッドキャストをやってます。あと YouTube のライブね、YouTube ライブをやってます。日本語コンテッペイライブ、あとは iTalkでマンツーマンのレッスンもやっている。5個のプロジェクトをやってます。毎日毎日たくさん頑張ります、たくさん働きます。子供もいるね、子供もいます。だからとても疲れる今日はちょっと疲れてます。だけどポッドキャストを作ります。なぜならやっぱり人の役に立ちたいから、ね、皆さんの役に立ちたい。僕がポッドキャストを続ければ何人かの人が日本語の勉強が楽しくなるかもしれない、何人かの人の日本語の勉強の役に立つかもしれない、何人かの人がいつかメッセージをくれるかもしれない。てっぺい先生、いつもありがとうございます、私は、僕は先生のポッドキャストでたくさん日本語がわかるようになりました、ありがとうございます、そういうメッセージをいつかもらうかもしれない。今日ももらいました。そして僕は嬉しくなる、ね、僕は頑張ってよかったなと思う。だから今日も頑張りました、今日も撮りました。そろそろ寝る時間ですね皆さん疲れて、皆さんも疲れたかもしれないね、今日が一日の終わりかもしれない。お疲れ様でした。これから一日が始まる人もお疲れ様ですね、もっともっと頑張ってください。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。